テールナンバーの取り付け。33分いってもえる、ね、で、13番、バスタブナイトの組み付けに、え最後は、えー、シャーシーとボディを組み込めば完成になります。あと、こちら、最もの方の、の方のえー、<laughs> 横浜館内の地図になります。まあ、現在とだいぶ変わってると思います。 32年、3年なのか、前のタイプなんで、今はもっと埋め立てとかされてね、えー、変わってると思います、ここら辺は。一応ね、こういうふうに記号で、えー、どこに何があるというのはなっております。A は港所なんで、港所はここですね、はい。神奈川県警が B、めっちゃ近いですね。 今でもね、神奈川県警不祥事が多数、多発していますけどね。<laughs> あとは山下公園とかね、いろいろロケ地では使われておりますけどね。喫茶店ウィーンとか。山下ふ頭とかね。大黒ふ頭。で、ここに書いてあります。 この地図に記されている名称の中には、映画最も、まあ劇場版ですね、アブナイデカの設定に登場した格好のものも含まれております。というふうに書かれております。で、ここに詳細になります。アブデカについてということで、ちょっとね、アップ、こんな感じで、えー、しときますんで、よかったら読んでみてください。 中条静雄さん。今もう亡き港署課長。亡くなりましたけどね。で、横にはね、港署の署内の配置順、配置順じゃない、配置図になります。はい。いや、入り口はこっちか。で、捜査課ですね。今で言うと刑事課とかなります。刑事課、かっこ来そうかな。 まあ、競うためも要は凶悪事件とかね、そういうのを取り,う取り扱う、えー、部署ですね。まあ、捜査がですね。あの二人がいる、えー、捜査官になります。トロイ動物協佐マヒロシになってます。あ、これ空席あったんけトロイ動物の横って。 で、ここにひとみちゃんの机が、デスクがあったんですけど、描かれてませんね。なぜか3人分のロッカーしかないという。で、ここにも書いてあります。まあね、所長は一切出てきてません。はい。 まあ、歴代のね、所長の写真は飾られてますけども、出てくることは一切ありません。はい、こんな感じで、えー、アブデカ F31 レパートの、えー、プラモデルのパーツ紹介とアブデカで、えー、劇中使用、劇中で使用された、まあ、街並み街並みとか。 えー、横浜管内の地図ですね。地図とか詳細データ。ちょっとね、またあの説明がちょっとあんまりうまくできないんですけども、えー、こんな感じです。えー、興味持,った持たれた方、えー、よかったら「危ないデカで検索してみてください。えー、アブデカ精神ある人は えー、アブデカ大好きです。何、えーうん、かの動画でも言ったかもしれませんが、えー、福井県の、ね、一部の地元の大野市の大野署ですね。大野署の刑事課、まあ、起草家。刑事課の人も、えー、一部ですね、起草家、草刑事課の人でもアブデカが大好きで、えー、って言ってた方がいらっしゃいました。アブデカ好きで 刑事になったのかどうかそこまではちょっと聞かなかったんですけども大好きということで当時当日か去年かな一昨年かな去年か一昨年か一昨年なんかちょっと、えー、盛り上がってしまいました二人でねまあそれはどうでもいいよ当時こんなあの接注意のやつで日本語中国中国ドイツイタリアかこれアメリカ そんな表示されてなかったんやけどな再販されてからかこれははいでは、えー、アブデカ F31 レパート、えー、プラモ、えー、再販タイプカッコンルーフ付きのご紹介でした、えー、当時としてのトヨタの、えー、ソワラと競合車でした えー、後にね、こうテレビシリーズ見ていくといろんなメーカーの車が使われてますね。覆面パトカーにしろ、犯人の逃走、えー、車両にしろ。いろんなメーカーが出てと、ます。まあ、もちろん日産が共産ですね。日産、トヨタ、マツダ、あと会社アルファロメオとかね、クワマスラティとか、後にいろ,いろ,いろんな覆面パトカーが出てきます、えー。興味持たれたかといったらあの映画版とか、ね、テレビ版を見てみると、 非常に面白いと思います、はい。では、こんな感じかな。まあ、あれ、あの、ソアラと、当時、競合者だったソアラっていうのは、あれですね、あのー、犯人の逃走者として使われておりましてね、もっとの、えー、何話目かちょっと忘れましたが、カジマの兄貴が、えー、逃走車両として、 えー、ソアラの乗ってましてね。ソアラを運転しながら、キョウさんに向けて銃を発砲していってるシーンがありましたね。それでキョウさんは、えー、357マグナム、ね、パイソンのパイソンを、えー、ソアラのナンバープレートに向けて撃つというそういうシーンがありました。何話か覚えてませんが、よかったら見てみてください。多分、今言った情報は多分合ってると思います。 はい、と40分過ぎちゃったんで、いつもなんか長々長々となっちゃいますのも、えー、今日はもうこれでおしまいにしたいと思います。では、長々とご視聴、えー、お付き合いいただきありがとうございます。ではね、今年も一つよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。はい、ご視聴ありがとうございました。